競争場、種ュボである。即位して間もないエリザベス女王の所有場となって、大レースで構想するも、優勝には手が届かなかった。引退後は、戦後初の輸入種ュボとして、日本に渡り、2頭の日本ダービー場を代表に、数々の活躍場を送り出した。2歳から4歳まで走り、17戦6勝。主な勝利は、リッチモンドステークス、ソラリオステークス、 ゴードンステークス。ソールズベリーにドルイドロッジ級者を構える、ノエルキャノン調教師は、後世の大騎手レスター・ピゴットとはいとこにあたる。彼らの祖父は20世紀初頭のチャンピオンジョッキーである、アーネスト・ピゴットで、ノエル調教師と、12歳で騎手になった、レスター・ピゴットは3世代も年が離れていた。ゲータイムは、ドルイドロッジ級者で調教を受け、2歳の頃から、リッチモンド・ステークスや、 ソラリオステークスに勝った。翌1952年4月末に行われたクラシック1戦目の2戦ギニーではフランス馬サンダーヘッドが勝ちサンダーヘッドはそのままフランスへ引き上げてしまったためにイギリスのクラシック戦線は混戦ムードになった。幻のダービーそれから3週後の5月21日にゲータイムは ソールズベリー競馬場で五立てのドルイドステークスを3馬審査で勝ち、ダービーへ向けて密かに調子を上げた。サンダーヘッドがフランスで負けたので5月28日のダービーでは人気はアガカーンのタルヤーに集中した。まだ16歳でダービーに出場するのが2度目の若いピゴットが乗るゲータイムは26倍と人気薄だった。ソールズベリーでは先行作によって 両席を残していたゲータイムだったが、三十三頭も出走するダービーでは、思ったような位置取りができず、道中は多くの不利を受けることになった。それでも立ってナムコーナーを回り、最後の直線に入ると、ピゴット騎手はゲータイムを外に持ち出すことに成功した。人気のタルヤはも直線なカバで先頭に立つ、大勢だったが、外から追い込むゲータイムの前方は開けており、ゴールまで、 残り1波論付近で完全に、タルヤーとゲータイムが抜け出した。先に抜け出して、逃げ込みを図るタルヤーに対し、外から追い込むゲータイムの方が脚色が良く、ゲータイムが勝ちそうになった。ところが、あと一馬審査まで迫ったところで、先を行っていたタルヤーが疲れて右へ車行し、ゲータイムの走路を妨害した。両馬はそのままの体勢で、タルヤーの方が3。 4バシーンだけ先にゴールに入った。しかしタルヤーの進路妨害は明らかだった。2位で入選したピゴット機種もタルヤーの進路妨害は重大で意義を申し立てれば通るだろうと確信していた。レースを目の前で見ていた英国放送協会のピーター・オサリバンもタルヤーは失格になり若いダービージョッキーが誕生するのは間違いないと見ていた。ところが 意議を申し立てようと焦ったピゴットは、ゴール直後にゲイタイムを止めようとして、バランスを崩し、落馬してしまった。パナシューマされたゲイタイムはそのまま走り去り、騒案したまま、よその厩舎が立ち並ぶエリアまで逃げていってしまった。通りかかった、厩務員がゲイタイムを取り押さえたが、まさかダービーに出走した馬がそのまま逃げてきたとは、思わなかった。結局、ピゴットが、 ゲータイムと再会したのはゴールから20分以上も経った後で、それから戻って後兼量を済ませた頃には1時間が過ぎていた。進路妨害の言い戻し立てを行うには完全に時期を一視しており、レースは入選順位通り確定した。ダービー後にエリザベス女王の所有馬となり、共にタルヤーに優勝をさらわれる形で、キング・ジョージ・6世アンアクイーン・エリザベス・ステークスに着。 セントレジャーステークス五着などの成績を収める。セントレジャー出走時にドンカスタ競馬場を訪れたエリザベス女王の写真が新聞に掲載されている。4歳時も現役を続行したが特筆すべき成績は残していない。引退後はナショナルスタッドでのトネぼば入りが検討されたが喉の疾患を理由に不適格とされる。この報告は ゲイタイムの購入を検討していた日本政府にも伝えられたが政府は種ボバイリに対して問題視せず日本へ輸出されることとなった。これらに関する質疑応答はイギリスの国会議事録に記録されている。1953年12月に日本へ輸出。日本系手話協会で1954年から共用され、1957年に初年度産区がデビュー。 初年度3区から3頭の重症カチューマを送り出す順調なスタートを切り、1962年のフェアウィーン、1963年の2巻は名イと2年連続で3区が日本ダービーを制している。名イが2400メートル以下で圧倒的な強さを誇ったように、3区は中距離校舎が多く、天皇賞、菊花賞、 有馬記念などの長距離の大レースを制することはできなかった。1970年に死亡。多くの後継守護馬を残したものの、内国産守護馬が不遇であった。時代背景を差し引いても、後継守護馬すべてを合わせても、中央競馬の重賞を勝った、サラブレット競争馬を一頭も出せないという失敗に終わる。その結果、ゲータイムの不景は三代続くことなく断絶した。 一方で、ブルードメアサイアーとしては、有馬記念家中馬光でゆるなどを輩出。メ名ズイの、前、姉め岩のひまごに参観馬ミスター CB ーーがいるなど、決闘票にゲイタイムの名がある活躍馬は数多く見られる。また、日本ダービー2着のメジローがアングロアラブの大守護馬、妻の大道の母の父となったことから、ゲイタイムの血を引くアングロアラブは多かった。太字は、 現在の G1 競争に相当するレースの勝ち馬、この時の2着馬は後に日本で種ボバになったキングスベンチだった。このレースはプールでセデプーランでサンダーヘッドを任したのは後に日本で成功種ボ馬となるがアーサントである。ありがとうございます。